高木豊です。高木樹です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、やってまいりました、はい、僕の持ち込み企画。前回ですね、歴代の選手を使ってベストナインを作る企画、はいはいはい、覚えてますか？ありましたね、あったじゃないですか、はいはい、早くも今回のですね、企画はですね第2弾、今の現役選手を使ってのベストナインを決めようじゃないかと。これ12球団12球団でいきます。お前ら大丈夫なんですか？お前らにわかとか書かれてたよ。大丈夫なのそれ？出てくんなみたいな。どうして反骨精神で頑張りますよ。いいすいすは、はい、大丈夫です、大丈夫です。今、12球団の中で、はい、WBC の先発オーダーを決めるとしたら、そういうことですよ。今回はメジャーの選手は入れない。今回は12球団だけでいこうかな。行きましょう。じゃあ、まあ流れは一緒なんで、まずピッチャーからいきましょうか。DH ありますか？指名打者じゃあありで、いきましょうか。自分ですか？まあ、菅野投手。いや、俺も菅野。にわかだから、緊張だね。いやいやいや、お気に入ったわけじゃないですよ、これ。お気に入ってない。成績と全部見て、やっぱり。俺はね、筒香が言ってましたよ。菅野の球どうなんだよって聞いたら、全部のボールが強い。まあ、例えば、まっすぐは強いやついるけど、変化球になると弱いやつがいる。でも、菅野は全部の球強い。だから、打つの苦しいです。いや、はい。すごい、すごいじゃないピッチャーは読売巨人軍、はい、ジャイアンツの菅野。菅野、菅野さん。はい、キャッチャー。じゃあキャッチャーね。いやー、キャッチャー小林誠二選手かなと思うんですよね、巨人の。自分、パイ選手。いいかな。俺も甲斐。おお。まあ、銀次郎もいいんだけど、でも甲斐は上り上司だし、あの子の目つきだとか、ピッチャーに対しての引き出し方っていうのは、俺はすごく変えるソフトバンク甲斐。甲斐選手。はい、次。はい。ファースト。僕、ファーストはもうあの選手かなって思ってます。石川選手。山川。これが難しいとこだよな。俺は、はい、中田翔を切れないんで。なぜ切れないかというと、俺、日本の中で究極に勝負強いのは中田翔だと思う。あいつが真剣になった時、坂本勇人。だからパ・リーグだったら中田翔、セ・リーグだったら坂本勇人、この2人が究極の勝負強さを持ってる。俺はね、打率じゃなくてあいつらがこう勝負どころで勝負するタイプだからっていうことなんだ。これは難しいけどね、俺が監督だったら中田翔は言う。ああ、本当ですか。まあでも僕個人的には同世代の応援してはいます。違う、いや違います違いますいくつだと思ってますか？中田翔選手。ああ、翔、はい。まあまあ、それは保留でもいい。あ、保留します。パーストはすか。で、セカンド。お前、圧巻もやったからね。やったんで、もしピッチャーだとして、セカンドに菊池選手いたら、安心という。で、WBC の予選でも見せた、あの守備。作ってるからね。豊さんも解説で、もう飽きたって言ってました。よく知ってんの。あ、僕も見ました、それ。誰？吉川選手。もう結構好きなんですよ。俺はね、はい、山田哲人。菊池は守備型も山田はベンチには入れるけどみたいな。もちろんもちろん、いや絶対必要な選手だよ。 ね、でも山田哲人のポテンシャルとあの盗塁の技術だから控えで菊池を使う。だからゴールデングラブ賞は菊池だよ、はい、でもベストナインは山田だよ。説得力はかなり説得力ありますでどうすんだ山田でいいの。そうですね、山田でいいでしょ。何かあったらやっぱもうスーパーサブだよ。まあ、あくまでやっぱ菊池選手はやっぱ入りはするってことですね。絶対入る。じゃあセカンド、ヤクルトスワローズ山田哲人選手。はい、はい、サード、はい、はい、松田さん好き。いやー僕も松田さん好き。まだ俺は宮崎。ああ、いや守備の部分では不安だよ、それは松田の方が上だよ。でも打つことに関してだったらそれはもう飛び抜けてるから確率的に関して。だからそこも松田を入れといて、スーパーサブ、スーパーサブで、あ、ベンチの雰囲気も良くなりますからね。マッチのあの人柄、まあ、もうあのキャラクターこれは外せない。すごいっすよ、うん、だけど俺は宮崎の方がもう成長を遂げてるし宮崎だと思う。じゃあ DeNA ベスターズ宮崎なんか納得いってんねやなどうしても俺の意見になっちゃうなって。お前そういう不満があるんですか。いや、ないですけど、いや確かに豊さんに言われたら、ああそうだなーって。やっぱあるんですよね。だってお前ら宮崎の頭がないんだ。いや、ありました。そんなことない。あった、はい、もちろん全然なかったような気がした。いやなんかウィーラーみたいな言おうとしてなかった外見も似てますよね、ウィーラー。誰がウィーラーだ。似てるんで歯並びもちょっと似てるな。そうだ、まあ、俺は
宮崎だったらいいと思う。いいね、まあまあまあいい、はい、宮崎選手サードです。ショートさん、ショートはでもこの前だって歴代の歴代の人にも入るぐらいの坂本しかいないです。読売巨人軍、これはでも坂本早くいろんな種ですね。はい、外野手、外野手レフトか、レフトがいいですか。レフトとかポジションじゃなくて外野手として外野手で心を、分かりました。その後にポジション決めれば、でも外野手だったら先に俺 DH を決めといた方が決まりやすい。ああ、じゃあ先に DH から決めますよ。決めます。自分はこう内川選手かな、山田選手かなって思ってますか。DH、悪くないと思う。DH、俺は筒子。ああ、守備力ということを考えると、まあ、全日本に入ってあれだったら俺は守備につかせる。あいつの野球のリズムがそれで来るようになったらレフトにつけるけど、そうなってくると守備固めがいるよっていう。さあ、困った。困りましたね、これは。まあ、これ飛ばすか。はい。じゃあ外野手2人で、2人選ぼう。2人いきますか。これはね、はい、1人はもう完全に分かってる。誰？秋山さん。いや、入ってるかどうか。3人ってやったら入ってるかもしれない。もう1人。もう1人。丸選手。いやいや、柳田選手は入るでしょ。俺、柳田と秋山は絶対入る。でもまあ打順を組むんだったら右側入れておきたいよね。そうですね。丸は入るけど、はい、秋山、柳田、鈴木誠也、これいい外野手。確かに鈴木誠也の足万全じゃないけど、これはいい外野手になる。で、筒子が DH。 あと打順、はい、どうする。打順2番宮崎です。でも2番宮崎だと足が使えないから、まあ、秋山の方で、3番坂本でいい。4番筒子、あ、違うわ、柳田がいるじゃない。坂本を3番から外そう、柳田にしよう。あ、いやいや、いいか。いや、難しいな。難しいですよ、本当難しいですよ。決まりました。そのオーダーがこちらです。打順決めない方が良かったな。ダイヤモンドの方が。そうっすね。これもしかしたらなんかちげえだろうみたいなのもあるかもしれない。いろんな選択肢ありますよ。いろんな選択肢があるから、一つのね、あるとしてどうすかね。いや、悪くはない。いや、もう将来的にも本当にありそうな。いや、まあ、そうっすね、本当に。まだまだ入っていい選手たくさんいるんで。いや、いるいる、間違いない。ピッチャーもう一人欲しいっすね。いや、そしたら菊池雄星です。もう納得する。まっさりです。もう納得ですね。いや、俺は菅野と菊池雄星迷ってたから。でも安定感を取って菅野。まあまあ、そうですね。でもこれはあの、はい、視聴者の方たちはみんな監督だから、はい、頭の中はね、うん、まあこれと違ってもですね、ご容赦ください。にわかを相手に大変でした。書かれちゃうんですから。またそれもいいじゃない。いいですね。まあまあ、叩かれてなんぼの世界なんで、はい、そうです。ではチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。お願いします。